部長です。紬だよ。続きだな。この後ボス戦なんだけどね。いきなりだな。実はすでに1回やられたとなんだけど。なんだそれ。まあ今回は攻略動画ではないからね。なんでテンポよくと思ってね。まあいいが、ということはこの戦闘はやられずに済むってことだな。まあね、攻撃パターンを思い出すのにちょっと時間はかかっちゃったけど。こうやって見ると隙だらけなんだがな。予備動作もわかりやすいしね。でも近づいたら下がるっていうアルゴリズムはあるから。これは大丈夫か。ちょっと嫌な感じ。少年でシールドを削るか。序盤はこれでもいいけど、こういう時に飛び込んで削るのがベタ。欲張ったな。さて強化が入った。攻撃パターンが増える感じか。この衝撃波ね。この衝撃波も飛び込んじゃば。接触ダメージに気をつけつつだな。ここで2回目のシールドブレイク。ようやく半分か。ここからますます動きがめっちゃ機敏になる。これが連続で2回連続か。3回来ることもあるんだよ。それにタックルが追加か。でもここが最後だから気を抜かないように。少年もカラスも打ち止めだな。ここからは近接のみ。無茶したな。やばいやばい。この後攻撃は見切れているから大丈夫そうではあるが、本当に回と3回になる時の差がわからんな。基本は3回来るものと思っておくのがいいね。この後無理は避けたか。本当油断すると一気に持ってかれるから。1この後やはりシーグリッドは当てにくそうだな。発動もちょっと遅い気するしね。この後ここも攻撃機械に変えていきたいな。ポンプテンポが悪くなってる。2回しか剣を振ってないのも。いや怖いんだって。これも見切れればな。よし。今のはダメだな。拠
距離調整ミスったね。意外に外に避けても攻撃機会は取れるようだな。みたいだね。ちょっと今更感あるけど。時間はかかったがやれそうな雰囲気だな。まあそりゃ。そういや倒したところだったな。だからね。ここでいけるかな。あと一撃か。でもこれで。さて浄化の時間。さっきの子供がリリーか。おそらくそうなんだろうね。まさしくおじいちゃん。で、新しいスキルだな。両方欲しかったもの。これも最後まで使うことになるからな。床を壊すことか。それもだけど、どっちかというと攻撃の方ね。おそらく一番攻撃力が高いと思う。ただあれだと。攻撃スピードの問題はあるけどね。それを差し引いても。そういうことか。まあほんと最後の時までって感じなんでね。なるほど。では先に。そこ何かあるのか。勘違い。で、これでこの先をか。と言ってももうすぐここは行き止まりになるんだけどね。そうか。まあ今の時点のスキルではって話ね。となるとこれからは。まずはこの先を探索し終わってから。ここでいきなりさっきのスキルか。ある意味チュートリアル代わり。リリーがいるのか。確かにそんな感じだけど。これは実体ではなく思念か。いや実体っぽい気もするんだよね。騎士のセリフやさっきの階層から言っても。確か階層で村の奥にかくまってと言っていたな。これでここは終わりか。右に行くためにはさっきの壁を登る必要があるけど。それがスキルの話につながるわけだ。そういうこと。となると今からは。先って考え方もあるけど、床を壊せるようになったんで、それを使った探索を。もうその場面か。いや、よく見たらまだ行ってないところはあったんで。水中は無理だろ。いや、そっちじゃなくて。単純に行き忘れか。ってわけでもない。前回レストポイント見つけてそのまま終わりにしちゃったせいだよ。単純に行かなかった方へか。そうそう。そういえばスキルが変わってるな。さっきのデルロットをセットしてきたからね。こいつも無限にか。なんで近距離攻撃。
騎士と同じように。ある意味使い分け手ができるって感じだな。いや、どっちかというと強行敵のイメージが分かりやすいかも。なるほど。吹っ飛ばせるんだな。ゲルロットの魅力はそれね。攻撃力あるシールドも一気に削れるみたいな。確かに。混戦になる前に並ばないで。さて、間違ってなければここはボス戦か。これ先にこっちに行って。まあ、そのスキルがゲルロットに通じるのであればだが。さて、防御固いな。やはり盾を下ろしたタイミングでしかダメージ取れないか。なら攻撃の前後に。さすがゲルロット、シールドを一気に持っていったな。ダメージもしっかり取れてる。とまい。ここはあっさり終わりそうだな。さすが。最後は少年か。で、新しいスキル。説明はカウンターっぽいな。その通り。まあ苦手なんで。使わずに終わりそうだな。まあ確かにね。セットしてもってなりそう。まあ現状シーブリッドもそうなりつつあるしな。本当有効な場面が分かればまた変わるんだろうけど。ここは残りのアイテムは水の中っぽいな。確かにそんな感じだな。じゃあゲルロットの床壊しで行けるところをサクサク行こう。まずはここ。ここは三しか。潜れないけど取れるかな。大丈夫だったな。じゃあ次ここだ。部屋としては同じか。で、新しい部屋ね。ここはレバーのみか。で、左の扉が開いて先に進めるように。と言っても水中だからもうちょっと先になるけど。そのようだな。じゃあ次だ。ここで取り逃がしを発見。これはまさにそんな感じだな。ダメージ軽減のレリック、これは早めに欲しかったところだな。まあ壊せる床のついでで見つけた感じになったけど。とこれは新しい部屋って感じじゃないな。まあアイデアが共通ってだけ。そういうことか。リリーの方もそういうのあるからな。そういや、今の敵は初か。初ではあるけど知ってるからかわせてる。あいつは近づいてきて爆発って感じだな。そしてレリックの装備枠の増加。これでさっき取ったオルゴールも合わせて装備できればいいな。だね。トミミック。箱からか。壺しかいないと思っていたから油断した。というかこれだとマグノリアの方も。箱以外のやつも出てくるんだろうな。アップデート見ないとなんともだけど。まあいてもおかしくない気がしてきたわけだが。こういうの見るとそうなるよね。で、これで繋がったと。となるとさっき行かなかった右だな。この宝箱は現状無理だしね。さて。またこいつか。大したことはないよ。こんな感じで倒せるし。一定以上のダメージを与えればか。で、こっちは潜れないと無理と。さっきレバーで扉を開けたところだな。で、ここはまたスキルか。ゲルロットとは異なるスキルが必要ね。で、終わりか。じゃあ次行こう。ここね。
何か敵しかいなさそうだが、おそらくオブジェクトを壊すとお守りのかけらとか、そういうパターンに期待だな。その前に敵を片付けないと。と壊さなくてもあったか。残滓も見えるな。ここも終わり。結構前まで戻ってきたな。次で今行けるところは終わりかな。ここで今行ける分は最後。本当に最初の方だな。デレリックの装備枠で、これから別のエリアに向けて、というかゲルロットのスキルは必要になるんじゃないのか。それがなくてもいけそうなんだけどね。で、そうなのか。まあこの先のレストポイントで。今度は下の方にね。で、水があるんじゃ。水があっても水の中じゃなければ。ということはそういうところがあるんだな。確かね。と強化できるし、カラス行っとこう。これで弾数が増えれば。いや、ほんとカラスは頑張ってもらわないと。で、ここから降りて、本当に違う場所に出れそうだな。騎士も語り始めたか。これゲルロットの方を先に行かなくてもってことなんだと思う。そういうのもあるか。まあ行きやすい方からってことかな。こっちはこっちでいいアビリティが手に入りそうだが。まあ予想はつけやすいよね。もう大体のところは見たからな。とりあえず進まないとね。しかし敵の攻撃バリエーションが増えたな。ここは魔法を使ってくる敵が多いから。さっきの毒斬りか。それ以外もあるけどね。遠距離攻撃は面倒そうだな。それも結構面倒。まあゲルロットの攻撃である程度はってのもあるけど。一撃で吹っ飛ばせるからか。理想は攻撃される前に吹っ飛ばしたね。こんな感じで落下ダメージで倒しきっちゃうのが。それが攻撃される前ならってことだな。で、魔女たちの森に突入。まさに敵の攻撃が魔法メインになりそうだな。まあそういうことだよ。ここだけ見てるとそこまで苦労しなさそうだな。まあ敵自体はゆっくりしてるからね。ただ攻撃の間隔が短いから。一回攻撃されると隙を見つけるのがか。それがあるんだよね。かわすだけならそこまでだけど。カラスもいるのか。魔女といえばってことかな。ここ結構注意しないと。画面に出しすぎちゃうときついね。ここにも壊せる床はあるんだな。と言っても進路を塞ぐレベルじゃないけどね。そういや、初めてのカウンターか。見てわかる通り近距離じゃないと意味がない。それもあって使いづらいか。近距離でモーション盗んで当てるのが。この毒斬りとかは効かないんじゃない。試したことないけど。まあ効くイメージはないか。よし、レストポイントまで来た。まだまだ続くだろう。それはね。とりあえずここを見つけたから一安心か。いや、戻って探索の旅。そっちは戻るっていうか。まあ戻れるよ。
確かに元にはつながるようだが。見てわかる通り元につながる以外の道はないからね。